寿司屋さんですか、ね、そう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 、お寿司屋さんにお任せでとか言っとけば、うん、でもそれでお任せっていう時にもうイタリアン出しようかなと思いまして、イタリアン、イタリアン、それですよね。これ大将なんすか、グラタンです。はい、どうも、じゃあ、キャバ嬢出勤日がほぼ確で風呂入るよろしくお願いします。そんなことないですよ。いや、結構ズボラだと思うんですよ。いやそんなことないですか。そんなことないと思いますじゃあ今日なんですけど、はい、エル君といたじゃないですか、前に。あ、はい、あれちょっとクビにしまして、あの言うこと聞かないんですよ、僕の。いつものラバさんの言うこと聞いたりするんですよ。だからクビにしたんですよ。え、なんか今日もう三脚で。え、私エルさんとせっかく仲良くなれたのに。え、ほんまにクビになったの。ほんまっす、ほんまっす、ほんまっす。嘘っす、嘘嘘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 嘘まあまあ、そう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 、お休みで彼は今家にいます、はいはい、なんで今日はちょっとまあラファエルと行きつけの店というかお寿司屋あるんで、そこでまあ神崎さんと後で行くじゃないですか、はい、でまあ行きつけの寿司あるんで、そこでまたちょっとドッキリじゃないですけど、ちょっと検証みたいなのやっていこうかと思いまして、まあ、ラファエルってなんかもう味も何も分からへんのに、分かんないですよ、ほんまアホで。そうですね、ほんま分かんないんですけど、なんかいつもお任せでみたいな、お任せ、まあ分かんないんでね、お任せでって言ったらまあ一応カッコ通るじゃないですか、お寿司屋さんでも、ね、そう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 、お寿司屋さんお任せでとか言っとけば、はい、でもそれでお任せっていう時にもうイタリアン出しようかなと思いまして、イタリアン、イタリアン、寿司屋で、寿司屋でイタリアン出します。でそれコンビニで買っていくんですけど、もうあらかじめそのお寿司屋さんにはその撮影協力でお渡ししてまして、はい、でそこで適当にコンビニのイタリアン出してもらって、まあワンちゃんアホなんで気づかないんですけど、まあそのリアクション、気づくでしょ。いや分かってないです、神崎さん分かってない。いやほんまにもうアホなんで、ほんまにだからもう出しててもこういうもんかなって思っちゃうんですよ。そんなにやばい、はい、もう額がなさすぎて、もうほんまにやばいっすよ。だから今日それをだから取っていきたいんですよ。気づくか気づかないかも検証ですか。まあまあまあ、でも気づいても気弱いんで言えないと思うんですよね。ああ、外やと生きれないんですけど、こっち側に生きるじゃないですか、よく。こっちの方面には生きるんですけど、外側では生きれないんです。でワンちゃん何も言えない可能性あるんですけど、とりあえずまあ隠しカメラ仕掛けて、はい、まあ、いつもみたいにちょっと見ていこうかなって感じなんですけど、なんか神崎さん結構いやいや、まあ今日も来ていただいてる感じですもんね、ちょっと。そうですね、なんか最近スパンが短いいや気づきました。いや気に入ってます、神崎さんのこと気に入ってるんで。だから今日ちょっと心配があって、まあドッキリなんでカメラもちろん僕ら回してるの知ってるじゃないですか、はい、でもラファエル知らないんでカメラ回してる、はい、いつも行ってるとこなんですよ。なんでワンチャンオフみたいな感じでちょっとナンパみたいな手癖があるよ、ほんまに。じゃあそれだけちょっとカメラ回ってるの、神崎さんちょっと発言だけちょっと気をつけてもらえれば。なんか最近はい、外でも聞くんですよ、ね、あ、ラファエルの。あーは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 ー、いろいろツバつけてる。あー、やっぱりそうですか、うん、周りのあのメンバーの人とかも。そうです、ワンチャンほんまにあるんで、手口悪いんで、もう普通に話もうナンパしてくるんで、あしらってもらえれば。大丈夫かなちょっとしんどい企画ですね。まあまあまあしんどいですけど、まあとりあえずまあ僕がまあサポートしたりするんで、はい、まあとりあえずラファエルがイタリアに出しても気づけんちゃうかなっていうのを見ていきたいんで、はい、まあ協力していただければとお願いします。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。お待ちしました。いらっしゃいませ。行きます。はい、どうぞどうぞ。いらっしゃいませ。すいません。マークさん入ってます。今日は。はい。僕宣伝しないとダメです。はい。あ、では終わります。そんな、今できます？何が？可愛いでしょ。可愛い。可愛いですよね。めっちゃ可愛い。当たるか？あれ欲しい。俺が本人に言ったら知っちゃう。ください。全然いいですよ。俺のもんですよ。ずっとそれ言ってますよ。言って、どうしましょうか。どうしようかな。初めて。初めてですよね。僕結構来てて。イーさんの受付なんですか。はい。イーさん持ってきます。僕持ってきます。こいつでも誰と来るんですか。いやいやいや。まあまあ、はい。ね、それはいいです。遊んどるやん。結局お前。ここ質問あるんですよ、ここ。知っとるわ、ごまかすなよ。僕、じゃあいつもの。いつもので。はい。いつものってどんなの。でもまあ、いい感じに出していただけます。はい。何か苦手な人って。いや、ないです。どうしようかな。神崎さん、僕と一緒でいいですか。あ、じゃあ、いいですか。はい、どうしようか、いつもだやつ。ラバさんもあれでいいですか。あの、お任せで。まあ、じゃあ、はい、いつもの、いつものっていつものですよね。いつもの。じゃあ、お任せで。お任せで。はい。はい。みんなお任せにしたいの。生き物が好きなんですよね。お寿司好きなんですね。お寿司めっちゃ好きです。どのぐらいですかね。僕がここじゃないですか今。お寿司どのぐらいいますか僕がここでイーさんが多分ちょっと上ぐらいじゃないですか。お寿司どのぐらいいますお寿司どのぐらい
だって聞かれたからめっちゃいい匂いするいい匂いですね。何これめっちゃいい匂いですね。温泉の匂いする。発火ですか。発火発火それが痛かったところ初めて聞いたこんなに来てるのに初めて聞いた俺。確かに入れたてはちょっと強いです。あ、そうなんですか。はい、じゃあお料理はい、ね、あ、そうですね、よろしくお願いします。じゃあ前菜ですね。おはようございます。おかずメニューってあれなんですか。もうその時々で、はい、変わります。あ、はい、そうなんですね、はい、いただきます。はい、いただきます。いつものやつが俺も食いすぎてて。まあまあまあ、そうですね。そうだね。え、いつものやつも時期でメニュー変わるんですか。あ、だいたい月単位で変えますね。あ、そうなんですね、はい、ありっすね。うん、美味しそう。どうすか。いや、大丈夫です、うん、美味しい。え、今日本当お客さんマジいないじゃないですか。あ、これからです。あ、やっぱ早い時間。はい、なんか僕らって個室以外って基本行かないんですけど、はい、お寿司屋さんって来てるお客様もなんか変な人いないじゃないですか、はい、写真撮ったりとかあんまり、はい、唯一寿司屋だけ普通にカウンターとか来れるんですよ。確かに確かに。あと無理やもんな。厳しいですね。え、もうやるっすよね。だから俺ここで寿司こうかなんですね。いや、もうちょっとやるっすね。あ、なるほど。すごいすごいすごい。イーさんもここやろ。イーさんはもうちょっとやる。もうちょいですね。あれです。俺なんかした俺なんかした。田崎さん喋らんだけでクールって呼ばれてるな。そうですね、そうですね。口べたなだけやから。はい、喋らんって口べたなだけやから。クールちゃうだろ。結構引き忙しいっすわ。エビス松田ってどのぐらいなんですか、収録は。収録は、月にとかなんですけど。あ、月になんですね。今 CD 出してリリースイベントみたいな。あ、俺見ましたよ。インスタかなんかで、なんかみんなね、黒い格好してくれてる。あ、そうです。あれですよね。いつから売ってるんですか。10月19日に発売して、今ずっと握手会みたいな。あ、行こうかな、握手会。バカにしてますよね。何でさ、見えてじゃないですか、僕。それも広いし。なんでなんでなんで。誰が人気とかあるんですか、やっぱり。三上洋ちゃん。え、それ知らん。 YouTube やってます。日本一の AV 女優。今年日本一になった人ですね。そうです。あ、はい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 、知ってます。ちょっと今 AV を勉強しまして。へー。いろいろあって AV をちょっと勉強しまして。見てるんですか。いや、僕も一緒に見ないです。うわうわー、これ大将なんすか。グラタンです。グラタン、はい、和風な、うん、これえマカロニ、マカロニグラタン。生地から作るんですか。そうです、もちろん。クリーム、小麦粉ら練って、こんなバター入れて、はい、それしてよかったっすね。美味しそう。食べます。いや、汚いね。いたらないでしょ。ベロン言ってますもん。いたらないやん。スプーンですよね。俺絶対俺の方が潔癖しようっすよ。俺の方絶対買うだけですよ。いやいやいや、そんなことないです。箸やったらいいんすか。いや、箸もきついです。なんでなんで。汚いね。潔癖でしょ。いや、全然潔癖じゃない。美味しい。美味しいですか。はい、はい、でもグラタンは初めて。どうなんすか、売り行きが。オリコン11位。あれ、すごいですね。すごいですよ、これ、ほんとに。そんだけ人気な人が集まってるわけですしね。すごい、有名人じゃないですか、ぶっちゃけ。みんな。え、これ V と V じゃないの、実は。ありがとうございます。うまっ。うわぁ。これはハンバーグです。ハンバーグですか。はい、チーズハンバーグです。新しいっすね。米はこれ、米はじゃあ酢使ってるんですか、じゃなくて。これはなんかカレーです。カレー、カレー、カレーですか。はい。結構メニューあれなんですね、いろいろ開発されるんですね。そうですね、いろいろ。お寿司屋さんって言ってもあれなんですね、もういろんな定番のあれだけじゃなくて、はい、和洋折衷。でもうまいね。基本を残しつつ、このハンバーグの場合だと和のところはどこが残ってるんですか。お皿ですね。あ、お皿、はい、お皿が確かにうまい。まだまだ残ってる。アメリカの方行ったら、やれカリフォルニアロールとか、うんうんうん、ね、いろいろありますもんね。ありますね。すごいね。合わせた、はい、これを。確かに確かに確かに。うまい。ペロッといきましたね。美味しいですか。うまかったら。へぇー。カズさん、最終的に何目指してるんですか。幸せになりたいです。あ、前も言ってましたね。はい。スーパーニートっすね。幸せになりたいね。スーパーニートっすね。
主婦になりたいですね。カルシーは作んないとね。でもアイドルだから一応作ってダメでしょ、言うて。マスカッツは恋愛保険なんです。え、大人のアイドルグループなんで、もうみんなアラサーなんで。そんな、え、何ですか。私27です。あ、もっと若い友達はマジで。で、前も言ってました。前も言ってました。ごめんなさい、はい、でもそれ若すぎるからそれ忘れさせられるっていう。見た目分かれが結構関係ないでしょ。もう若い子が出てくるんですよ。下から下から気にします。気にならないですけど。どういう人がタイプなのか気になります。確かにどういう人がタイプなんですか。韓国系の美少年系ですか。ジャムのことが好きな人がタイプ。わあ、いいこと言いますね。俺とタイプ一緒っすよ。絶対違います。俺一緒っすよ、タイプ。それ俺もタイプじゃないっすよ。あ、来た。寿司か。寿司。寿司のネタやと何がいきますか。小肌。え、渋っ。おっさんやん、言うてこと。光物です。東京来てびっくりしました。あの江戸前寿司食べて、はい、大阪に小肌とかないんですよ。そうなんですか。僕も詳しくないんで。なかったんです、私が大阪時代に。私が堺で一番可愛いって言われてたんですよ。分かりましたか。あれです。うわ、これはもう思いっきりあれですね、日本名的な。はい、バストです。結構量ありますけど、でも大丈夫。ちょうど1人前 100g ぐらいですね。あ、へぇ、お花です。わわ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 、これですか、一番好きな、はい、大好き。最初ね、さっさこのぐらいじゃないですか、はい、俺どこにいます。ここです。俺ここ、はい、Eさんどこ。なんでやねん。しゃなんでやねん。しゃ俺なんかしましたっけ。いつもわ、美味しい。いただきます。ちょうどこのお任せのボリュームすごい。美味しい。うまそう、ラーダンの。食べる？いや、全然大丈夫です。カナさん食べる？いや、食べないです。汚い。汚くない。俺めっちゃ潔癖しますよ。え、だってラーダンさん、はい、うちのマスカッツのメンバーの子ナンパしたりしてません？してます。してます。してますちゃうって。してます。してますよね。してます。めっちゃ聞きますよ。え、な、俺が？そう、エビスマスカッツ。ナンパしてますよ。じゃあ、わかんないですけど。な、俺、ナンパって言うんで、じゃあナンパかもしれないですけど、ナンパのつもりじゃないか。本気なんだよ。めっちゃ評判悪いですよ。そう。うん、でもナンパの気持ちないんで、こっちは本気っすから。それだから臭い、逆に言うといて。それこっちに回ってくるんで。うざいって。まあ熱が足りなかったってことですよ。ナンパと取られられたってことですよ。何人ぐらい言ってました。20人ぐらいです。何でやったっけ。メンバー何やったっけ。20人ぐらい。行ったって言ったかな。その仕事上やっぱ絡むんで、僕そのそういう業界が。はい、私に回ってくるんですよ。え、私これなんですか。イカじゃないんです。イカ、はい、絶対イカや。すごい。絶対イカやろ。逆にこれイカ以外 何やったの。何の可能性があった、イカ以外に。叩いてあるので、やらかいです。今度はあの竹炭のお塩だと。竹炭、はい、竹炭。うわ、おまかせの中には握りとかあったりするんですか。いや、ないです。おまかせすごいな。握りな。握りないんか。でも大きいですか、すごく。美味しそうですよ。まありですね。決めですね。うわ、金目鯛めっちゃ好き。うわー、顔だけ怒って顔だけ漬けになった。うわー、ほんとるな。うわ、きれい。おいしい。うん、ちょっと量多いかな、俺ね。乾麺の時200ですか、これ。はい、多いんですよ。マックアップの方って、確かにめっちゃナンパするんですよ。はい。で、なんて言うのが一番いいんですか、俺は。なんて言ってる悪口が多いですか。一番聞くのは、ブスでケチ。あブスは今まで言われてたんですけど、ケチってのも入っていたんですね。ケチも最近多いですね。一番聞くのがブスでケチってことですね。ブスはよく言われるんですけど、ケチもあるんですね。マスカットにケチケチしてるんですか。いや、あれじゃないですか。飯で割り勘するからじゃないですか。あー、お前それ言うなら感じるさ。ナンパして割り勘するんですか。ナンパっていうか、その日もう無理やなと思ったら割り勘に。その辺、発想が純粋なんだけど。時給日本一って言っといて。あ、そう、発想が純粋って言ってください。それはこのままですね。薄いっていうか、あ、距離がれへんねんなと思ったら割り勘にするんですよ。最低ですよ。なんでケチじゃないですか。違う、だって行かれへんし。行かれへんって、行くためにご飯行くんですか。行くためにっていうか、そう、そんだけ愛してるってことなんで。確かに、そんだけ愛があるってことなんで。行くためにとかじゃなくて、知りたいじゃないですか、全部。
20人も。いやだから結果あかんかったから20人目に行きましたけど、それ最初は1人やから1回20人行ってへんかったんですよ。20人してるからね。負担はちょっと割りがない、うん、全部払っとけば。いやでもブスなんで。うわっ、じゃあやっと同じメニュー来たぞ。そうだよ、おしんこです。ベッチャラ漬けです。ベッチャラ漬け。お腹いっぱいもめっちゃ食ったパスタ。どうしたの？俺もなんか最後デザートかなんかで大丈夫です。はい、はい、すごい。食べれる？もらおうか。いや、大丈夫です。めっちゃ美味しい。今ちょっと優しくなかったでしょ。気もかったです。気もかったですね、はい、優しさ難しいな。優しさでカバーするしかないですもんね、俺。うんですね。優しさって何？インさんとか優しい。そうですか。どういうところが逆に2日ず少ないけど、ちゃんと行動がなんかスマートで優しくなったり、うんうん、あー、なるほどな。エルさんとかも。はい、来てみて。言います、言います。少し少ないけど、なちゃんと行動がな、うんうん、伴ってるけどね。余計なこと言わない。あー、僕言っちゃいますわね。言いますよね。はい、言っちゃうんですよ、僕。言ね、言って聞かさないと。聞かさないと。伝わらないじゃん。いやー、これだ。ありがとうございます。最後、デザート。デザート、ありがとうございます。はい。デザートですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なにこれ。何ですか？プリンです。プリン、これは私、何ですか？クッキーです。クッキーか。まあまあ、そこまで同じようなもんか。美味しい。でもうまい。うまいっすか。うまいよ、このクッキー。クッキーも作るんですね。そうですね、はい、何でもじゃないですか。そうです。で、おまかせって、まあ今だと11月ですけど、はい、季節によって変えるって。今日のおまかせはコンセプトで何になるんですか。イタリアンですね。